スティーブ・マッティンはイギリスのカーデザイナー。メルセデス・ベンツのシニアデザインマネージャーや、ボルボ・カーズのデザインディレクター兼上級副社長を歴任し、現在はアフトバースのチーフデザイナーを務めている。マッティンは1964年10月29日、イングランドのベッドフォードに生まれ、ウートンで育った。1987年にコベントリー大学を卒業し、 メルセデス・ベンツのデザイナーとなった。1990年にはシニアデザイナー。1993年にはデザインマネージャーとなった。1997年、マッティンがエクステリアデザインを手掛けた A クラスが発売され、このプロジェクトによって彼はオートーカー氏のデザイナー・オブ・ザ・ヤーに選出された。1998年には S クラスのエクステリアデザインも担当した。 2000年、マッティンはシニアデザインマネージャーの役職につき、2005年に退社するまでの間、S クラス、M クラス、GL クラス、R クラス、SL、SLK、SLR マクラーレンの内外装デザインを監修した。特に、M クラスと GL クラス、そして、グランドスポーツツアラーコンセプトと、その市販モデルである、R クラスについては全責任を任された。 2005年5月、マッティンはスウェーデンのボルボカーズのデザイン担当上級副社長に就任。デザインディレクターとして、XC60, S60, V60, C30、C70 のフェイスリフトなどを監修した。2009年4月にボルボを退社し、しばらくはスウェーデンの梅を大学で教弁を取ったり、フリーランスのデザインコンサルタント業を行っていた。 2011年10月、マッティンはロシアのアフトバースにチーフデザイナーとして入社した。2012年8月、マッティンの手掛けた最初の車種で今後のラーダのデザインの方向性を示唆する X-Ray コンセプトがモスクワ国際モーターショーに出展された。ありがとうございます。